磯野、画面向かって左から攻める格好で自陣18ヤードからセカンドダウン6で試合再開となります。パス不成功。ここでクォーターバックジャチワン一気にロングパスを展開しました。ターゲット15番の総力にかけましたが、しかしこのパスはオーバースロー、ダウン1つ失ってサードダウンと変わります。磯野サードダウン6、ボールオン自陣18ヤード。パス成功。クォーターバック18番右におりましたワイドレシーバー19番にパスを投じまして、攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター、攻撃権更新ギリギリの位置へ外へ出ておりましたので、ここで攻撃権更新となりました。見事なパスキャッチしましたのはワイドレシーバー19番の五十嵐、東北大学出身。磯野スーパースターズ自陣25ヤードからファーストダウン10。ここでトラブル発生、ラインからのエクスチェンジの際にボールがファンブルしました。クォーターバック18番自ら抑えていますが、結果的に約4ヤードロスになっています。磯野スーパースターズ自陣20ヤードからセカンドダウン14。ナイスラン、ファーストラン。ここでランニング枠22番ハンドオフを受けて左オープンに展開、相手ディフェンスをまくるように大きく前進しまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。素晴らしいランを展開しましたのは磯野スーパースターズ22番の今井、金沢大学出身。磯野スーパースターズ自陣44ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック18番ロングパスを投じました。ターゲットは19番でしたが、このパスはコントロールミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン10、ボールオン自陣44ヤード。パス不成功。今度は左側にいたワイドレシーバー90番へのパスでしたが、このパスはパス不成功でした。キャッチミスとなりましてサードダウンに変わります。磯野スーパースターズサードダウン10、ボールオン自陣44ヤード。ナイスラン、ファースター。ランニバック25番ハンドオフを受けて中央突破、ドロープレー見事決まりまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター、見事攻撃権更新のランプレーを決めましたのは磯野スーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身。
磯のスーパースターズ、相手陣41ヤードからファーストアンテ。インターセプト、ターンオーバー。ここで磯のパスプレーを続けましたが、そのパスをワイドレシーバーがジャグル、その浮いたボールを取りましたのはトヨタ23番。これによりインターセプトとなり攻守交代です。ターンオーバー。トヨタ自陣44ヤードからファーストダウン点の攻撃となります。キュービーサーク、クォーターバック20番ランプレーのフェイクからパスを投じようとしましたが、これを磯のスーパースターズ72番がキュービーサーク、約6ヤードロスを奪いました。QB サック決めましたのは磯のスーパースターズ72番の山口、岐阜大学出身のプレイヤーです。トヨタ自陣38ヤードからセカンドダウン16。インターセプト、ここでトヨタパスにより一気に状況打開を図りましたが、そのパスを取りましたのは磯のスーパースターズ21番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは磯のスーパースターズ21番の藤井、鳥取大学出身のチームのバイスキャプテンです。磯の相手陣42ヤードからファーストダウンテ。パス不成功。ここでクォーターバック18番スクランブルフェイクでワイドレシーバー15番にパス、空いておりましたが、しかしパスはキャッチならず、パス不成功になっています。磯の相手陣42ヤードからセカンドダウンテ。キュービーサーク、クォーターバック18番、パスを投じようとしプレッシャーを迂回しようとしましたが、これをトヨタ52番がキュービーサーク、約9ヤードのロスを奪っています。見事キュービーサークしましたのはトヨタブルーファイターズ52番のプレイヤーでした。52番は吹き付け、中京大学出身。磯のサードダウン19、ボールオンハーフウェイ。パス不成功。これをロングパスにより一気に打開を図りましたが、しかしこれはディフェンスカバーよく、パス不成功となりました。フォースダウンに変わります。磯のハーフウェイからフォースダウン19でパントフォーメーションを選択します。
このパントはトヨタ陣15ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。トヨタ自陣17ヤードからファーストダウン10。さあ、ランニーバックの突破に託しまして、中央へのランプレーを展開しようとしました。このランプレーによるゲインは約2ヤードとなっています。キャリアは2番の古町でした。慶応義塾大学出身。トヨタ自陣19ヤードからセカンドダウン8。クォーターバック20番オプションプレーで自らキープ、右オープン展開を図りましたが、これは磯野29番と44番がタックルしました。ゲインは約3ヤードにとどめています。クォーターバック20番は金子、タックルをしました磯野スーパースターズ29番は日比野、44番は、井川です。日比野は金沢大学出身、井川は金沢大学、同じく金沢大学、コンビによってこのプレーを止めました。トヨタサードダウン5。パス成功。クォーターバック20番ワイドレシーバー8番にパスを通しました。キャッチアンドラン図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。パスを取りましたワイドレシーバー8番は小野、京都大学出身です。トヨタフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル、2ヤード前進できないと攻守交代です。パス成功。さらに行きます。ナイスゲイン、ファースター。トヨタこのフォースダウンギャンブルをワイドレシーバー11番のパスで突破しました。タックル受けながら11番セカンドへフォートで前進しまして、攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファースター。見事なキャッチアンドランしましたのはトヨタブルファイターズ11番の家永、明治大学出身。トヨタファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤード。パス不成功。クォーターバック20番再びパスプレーによる突破を図りました。ターゲットは同じく20番、しかしこれはディフェンスカバー厚く、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンと変わります。トヨタ自陣36ヤードからセカンドダウン10。試合時間残り1分53秒。パス不成功。ここで左側にいたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、これも磯野のディフェンス集まりよく、パス不成功となりました。ダウン一つ失ってサードダウンと変わります。
トヨタサーザンテン、ボールオン自陣36ヤード、試合時間残り1分43秒。パス不成功。クォーターバック20番左スプリントアウトから密集点にいましたワイドレシーバー23番にパスを投じましたが、カバー厚くパス不成功となっています。ダウン一つになってフォースダウンと変わります。ここでホイッスル。ここでトヨタは後半2回目のタイムアウトを取りました。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画により、すべてのチームおよび画面に映し出されているさまざまな方々のご支援によりまして配信は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。それによりまして、この X3 ウエストの試合が今シーズン配信することが叶いました。できる限りそのご期待に応えられるよう全力を尽くしております。試合は現時点磯野スーパースターズ26点、トヨタブルーファイターズ0点という状況で、残り時間1分33秒となり、トヨタブルーファイターズが後半2回目のタイムアウトを取っている状況となっています。トヨタとしては何としてもここで一矢報いたいというその攻撃シリーズを迎えております。しかしその攻撃の機会はフォースダウンラスト1回の状況になっており、これを突破できるかどうかという状況でのタイムアウトです。さあそのタイムアウト解けます。このタイムアウトで果たしてトヨタはどのようなプレーを用意できたでしょうか。試合再開です。ボールオン自陣36ヤードからトヨタフォースダウン10、プレーを展開します。ギャンブル。パス不成功。この状況を本日好調のワイドレシーバー11枚のパスで打開図りました。しかしこれを磯野パスカバーし、パス不成功に終わらせています。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。磯野スーパースターズ相手陣36ヤードからファーストダウン点で試合再開となります。試合時間残り1分24秒。パス成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー19番にパスを通し約6ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。ここで磯野が後半1回目のタイムアウトを取りました。磯野この残り時間でもう1本得点を上げようとここでタイムアウトを取ります。磯野タイムアウトを取りまして試合再開です。さあ中央のランプレーを展開します。
磯野ファースター、何枠42番の突破力になり磯野攻撃権をファーストダウンとしました。攻撃権更新です。何枠42番は倉谷、神戸学院大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズファースターンテ、タッチダウン。ここでクォーターバックジャシュワン一気にエンドゾーンへのパス、これをワイドレシーバー15番見事にキャッチし、そのままエンドゾーン囲んでタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。見事タッチダウンパスをキャッチしました。ワイドレシーバー15番は伊藤、北海道大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、磯野スーパースターズ33点、トヨタブルファイターズ0点となりました。さあ試合時間も残り30秒を切っております。その試合も磯野スーパースターズのキックオフで再開という形になります。さあトヨタリターンに入りました。さあ密集点突破かかりましたが、リターナー2番ジリン40ヤードを超えたところで外へ出まして、しかしこの位置からの攻撃という形になります。リターナー2番は古町、慶応義塾大学出身のプレイヤーです。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。リターンチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけしか許されていません。反則発生地点から10ヤードの罰体を受けます。この受けた罰則を受けた位置からの攻撃という形に変わりました。トヨタ自陣28ヤードからファーストダウンテン、試合時間残り18秒。パス不成功。クォーターバック20番左に展開していたワイドレシーバー11番へのロングパス、しかしこのパスはショートしておりパス不成功に終わっています。トヨタ自陣28ヤードからセカンドダウンテン、試合時間残り8秒。パスは成功。左に流れてワイドレシーバー8番にパスを通し約5ヤードのゲインとしました。しかしここで試合時間がなくなりました。
試合終了となりまして、磯野スーパースターズ33点、トヨタブルーファイターズ0点で磯野スーパースターズの勝利となりました。これにより磯野スーパースターズ全勝優勝となりました。しかしトヨタブルファイターズ、コロナ禍によりチーム運営厳しい状況にあるこの2年間でしたが、見事立て直し、今シーズン全ての試合に参戦することにかないました。2勝3敗、その状況では素晴らしい成績だったと思います。本日はご声援ありがとうございました。そして今シーズンは非常に厳しいブロックになりました。 A ブロック、優勝候補として今シーズン筆頭に上がっておりました磯野でしたが、しかしその最後まで前期まで4シーズン連続優勝の愛知ゴールデンウィングス、そして同じく復興を遂げておりました佐藤建設スタンディングベアーズ、さらには新興勢力として琉球ガーディアンライオンズが参戦するという非常に込み入った激戦区になった A ブロックを、しかし全勝で切り抜けました磯野スーパースターズ、見事な優勝でした。そしてその磯野スーパースターズに優勝盾が贈られます。磯野スーパースターズ優勝おめでとうございます。そしてこの優勝を引き下げ、磯野スーパースターズは来る12月10日大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて X2 との入れ替え戦に挑みます。歴戦の勇姿を叩き、そしてこの地位にたどり着きました磯野スーパースターズ、悲願の X2 復権にたどり着くことができるでしょうか。その一戦は間もなく月を改めて12月10日に行われます。その模様を私も撮らせていただく予定になっております。できる限りその熱戦くまなくお伝えできればと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またお越しいただける方々はぜひ会場の方にお越しいただき、この熱気を直接肌で感じていただければ嬉しく思います。この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画により実現いたしました。できましたら会場でお会いできればと思っております。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、
かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの歴史物語の続きを楽しみとしつつ本日の配信は終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は各チームすべての協賛によりまして実現いたしました。その配信を本日実施させていただきましたのは私道楽やり茶でした。それでは失礼いたします。